はい、おはようございます。2020年5月15日午前5時15分回ったところですね。今日は北アルプスの南部ですね、上高地あたりの山が肉眼では見えるんですけど、画像じゃちょっと厳しいかも。今正面に見えるこの山のへこ、手前の山のへこんだところですね、に奥に見えるんですが、奥穂高岳ですね。その左側が手前が多分これとんがってるので常念岳だと思います。松本からよく見える山ですね。で、奥穂の右側ちょっと出てるのが中岳あたりだと思います。で、ちょっとずらしてこの辺りかな、ちょうど手前の山が少しずつ上がって急に右に上がるところがありますが、ここが今槍ヶ岳見えるかな。ちょっと暗くしたり明るくしたり見えないですかね。うぐいす鳴いてますね。で、ずらしていってこの棒の右側あたりはさっきまで見えてたんですが、北アルプスの北部の山です。ガスで今日見えません。そしてこっからはいわゆる北進五岳と言われる山ですね。これが飯綱山です。そしてこれが戸隠山、戸隠神社のところですね。それから黒姫山、昔相撲を取りに黒姫山って言ったんですけど、この山とは直接関係ないようです。新潟の人だそうですけど。で、手前の黒いのが箱山、そしてこの奥の白いのが焼け山、それからこれが妙高山ですね。下に横に白く長く映ってるのが北陸新幹線です。で、これがマダラオ山ですね。スキー場の雪もすっかり溶けてます。新緑ですね。で、この辺りは果樹園が広がってます。今この白くたなびいてるのは多分農家さんが野焼きしてますね。で、手前これリンゴですが、だいぶ花も散ってしまってますね。はい、5月の半ばになるとこんな感じになります。はい、ありがとうございます。